例えば佐賀ってある有田焼とか、もしくは、日本酒とか、美味しいものがたくさんあるのに、もしくは食べ物の周りにあるものがいっぱいあるのに、イカってあんまり佐賀のことを意識して食べたことないな。多分何らかの電子電気的な表現だったりとか、テクノロジーっていうのを入れないと、人類はまだ透明っていうものに対する表現方法をあまり知らない。透明から色変えたコミュニケーションを取ってる生き物ってすごく面白い。てかもうあれポイントなのは、色が何かに変わるんじゃなくて、普段は透明でそこから着色していくって、人間にとって色ってどうやってついてんだろうとか、空間にどうやって広がってんだろうみたいな、これここで適用されてたアイデアがここでも適用されてるだろうなっていうのをコンピューターサイエンスの中で見つけるっていうのも、なんか輪郭を描いて中心を描かない作品みたいなもの、ちょっとメタなコンテンツまで落ちない関係性みたいなところに、作家が作家性を消し去ってもなお残る表現、どういう全体感の中で表現するかっていうのは多分やらないといけないこと。